どうも、アパアパゲームズのサボと、サボじゃない方の J です。今日もね、イーブの続きやっていきまーす。で、ね、前回は？前回は、こいつ、ギャリーのターンになったんで、こっからやります。ギャリーの一人行動ね。そう、なんか分裂したんだよね、ここで。ここで分裂して、メアリーとイーブ。で、ギャリーが一人になって、こっちのターンから行きます。こんな部屋だったっけ？ウサギじゃなかったここ。ウサギだったね。君の悪い、人形がある。どういうこと？そのまんまだよ。うわ、怖いの。本も読んでみていい？あ、同じだね。同じだ。限界な、あ、ん？心が折れてんじゃない？ギャリー。壊れ始めてるからこんな。見えるってこと？見えるんじゃない？赤色の目。なん？そうだよ。すごい。壊れ始めてるわ。何回見てもこれが可愛いなんて思わないわ。確かにイブとメアリーはウサギに見えてるもんね。でもギャリーにとっての視点はこうなってんのか。いや、そりゃ可愛いと思わないわ、うん、心壊れ始めてるわ。ちょっと謎が解けた。うわ、気味悪いよ。そういうことなんだ。いいね、このズームした視点も近くてな。でも他何もできなくなっちゃうよ。まだじゃああそこの部屋になんかあんだな。とりあえずなんか触ってみるね。全部いろいろここでこういう探索が出てくるね。一回見んのかな。ダメだな。あ、なんか、あ、寝ぼしい、うん、なんかね、なんかあるよね。下がね、動いてる感じすんだよね。ひび割れてるみたいな感じになってるよね。そう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 。あれ？この本棚。ずれてるよね。ちょっと、だいぶずら、うん、そう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 。うわ！あらま、動いたわ。なんでさっき気づかなかったのかしら。さっきどうなってたっけ？さっきの前回の動画。見てほしいわ。どうなってんのか。まあ、いいわ。ここから出られそう。大丈夫か？お前ちょっと心壊れ始めてるじゃん。確かし。お、バラ。あれでイブの方に行けんだ。なるほどね。とりあえずここの。見てみていい？うん。謎を解こう。出口なんてない。理由なんてない。シュプリームの店員？そんなこと言うの？そう、シュプリームの店員。ない。置いてない。もういい？やる気な。そう。出口ない。理由なんてない。もういい？って言うの。売る気ないだろ。クビにしろ。いや、そういうのあっぱる？あ、これイブの方に行って、なんかイブの方にヒントあんじゃない？おいおいおい、 HP 減っちゃった。こいつなんか HP めっちゃある。大人だからじゃない？大丈夫それ？うわ、嘘、やだ、明かりが消えてる。スイッチだったの？あー、よかった、来なくなるかと思ったわ。おぉ、かわいい人形が。なんで血も出てくんだよ。トマト入ってたか、中に。ほんと、やめて、こういうの。ズームしてたのもいいな。うん。わかりやすいわ。なんだ？あっち側が。お、通れるようになるのか、どっかが。なるほどね。あ、イブたちの方が通れるようになったんだ。確かに、お前からしたら何残っちゃってなるよね。何も起きない紐だなとか思ってんのかな。思ってる。ビャッキ！何した？横から手出てきた。もう、ツッコミがすごいな。これなんだ？床が変な形に凹んでいる。あれじゃね、マリオパーティーのパラパラブックのやつでしょ？うまく入れ。うまく入れ。そこに。じゃあ、こいつのターン終わりでいい？ギャリーのターンは、うん、あれ何？竹なの？あのトゲトゲは。トゲトゲさっきのあの絵のやつの貫通してきてんだ。続きでしょこれ。じゃあこれで多分変わるっぽいからバトンタッチするわ、うん、あー来た来た来た。これで通れるようになりましたと。イブ見て、足ができてるよ。通っていい？じっと見つめ返す。通っていい？いいじゃない、うん、聞かないとね。まず通っていい？あ、良さげ。いいって。目つぶってくれたもんね。
かわいい音鳴るじゃん。あれみたいだね。おおお、え、月のか、お、お、こう運ぶのか、あっちに。え、そうやって運ぶタイプ？え、どうすんのそれ。落とすんじゃない。 あ、え、大丈夫それ。もうとりあえずいいや。とりあえず前進むわ。いなかったことにするべ。でっかい絵かな。わ、取れないのあれ、星とか。うん、柵があるね。ねえイブ、ちょっと聞いていい？ギャリーってイブのお父さん？違うよ。違うよ。じゃあお父さんは別にいるのね。そっか。イブのお母さん優しい？怒ったら怖いんじゃなかったっけ？うん。あはは、イブでも怒られるんだ。早くお父さんとお母さんに会いたいよね。私も早くここから出たいよ。ねえイブ、あのさ。なんだ？もしこの世界から出られるのが二人だけだったらどうする？え、何その質問。ギャリーと出たい、メアリーと出たい。どうしてそんなこと聞くのじゃない？あ、答えられないよそんなこと。え、なんとなく、もしそうだったらイブはどうするのかなって。え、ちょっと気になっただけ。もういいや、早く行こう。やばい、究極の選択が待ってんのか、これ。さっきの例えばの話だからね。いや、どうする、そんなこと起きたらどうしようかな。ドラクエ5みたいな選択迫られんのかな。恐ろしいな。おしと、なんとかのきらめき。え、星空って綺麗だよね。上に白い粒がたくさんあるだなんて信じられないよ。外に出たら全部で何個あるか一緒に数えようね。いやー、きつくねえか、星数えるのは。俺らの漢字辞典今いないんだ。いないか、読めねえわ。お、またあのバラがあるね。まあその前にちょっといろいろ調べさせてもらおうかな。天の糸。あー、あいつじゃん、雲の糸。なんだっけ、なんだっけ、忘れちゃったわ。何ここ、色がない。パレットと筆が浮いている。誰かいるみたいだね。見えないのか。透明人間だ。キャンバスに虹の絵が描いている。なんかやってあげんのかな。虹ってなんでわかんの、色ないのに。わ、そこが見えない。なんかして取れるようにすんだ。バンジーガムか。バンジーガムではいけないな。いけねえか。なんだこれ、また鏡。扉の番人。鏡に字が浮き出していた。浮き出てきた。絵の前答えてください。絵の名前答えてください。当てれば扉を開けます。いや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 、間違えたらどうなる。もう聞いてみよう。メアリと相談。絵の名前だって面白そうだね、やろうよ。え、今までの断ろう。一回見て回ってからのがいいじゃない。一回断ろう、残念。とりあえずね、置いとこう。何の入れないんだね。うん、何の絵の名前なのか。鏡の絵の話か。この絵なんか見たの。心配、覗き込んでんだ。家政婦の見ただ。告げ口。見る口、耳か、これは。じゃあ、ああ、皮と違うな、血管。こっちにも草あるね。これさっきのトゲトゲだ。こんなところにもあるんだね。あるね。海だ、釣り人。誰もいないね。え、出てんのもう釣り人。海じゃん、崖やん。絵から抜け出しちゃってるよ。連鎖、胴体の2匹。絵がつながってる、面白いね。うん、おもろい発想。セーブ。やっぱり解くしかねえな。上は鍵がかかっている。で、下はいけるよ。あ、そっち行けんだ。うん。ファッションしてる少女？
傘をなくした乙女だろ。え、タッションしてんだろお前さ、男じゃねえか。タッションの仕方が女ああやってしないでしょ。干からびた微生物、ヤドカリだ。あの尖ってるとこ痛そうだね。確かに巻き粉みたい。カタツムリだ。ぐるぐるキャンディーみたい。やりだせっつーのだせ。またそれ。カタツムリ絶対違うから。合ってます。図鑑に載っていた生き物だ。アンモナイト。アンモナイトだ。これ知ってる。本で見た。ずーっと昔に絶滅したんだって。絶滅ってなんだろうね。そんなの分かんないガキなんかよ。小2ぐらいなんじゃないの。四角い石だ。これはこれだけただの変な石。変なのなんかあるな。これなんかありますね。高い場所に絵がある。届かないね。ギャリーがいないから。これ持っていけば届きそうだけどね。あ、なるほど。まあ、とりあえずこの部屋はないわ。でも作品結構見たしな。じゃあギャリーと変わってみっかね。いきます。ギャリーの。おお。あ、落ちてる落ちてる。ちゃんと落ちてきてる。こっち下なんだね。あそこのはめまーす。ぴったり。おお。ぴったりコミットした。結果に？結果にコミットした。ああ、いける。危ないよ。真ん中いけないのそれ。真ん中ない。ないんだ。何これ、ハワイの人形？やばいよ。呪いの人形だよ。こんにちは、ギャリー。私一人で寂しいの。だから一緒に連れてって。嘘だろ。君の悪い人形がある。ギャリーのパーティーがかわいそうなんだけど。壊滅してんじゃん。特にだな。お、またいた。パーティー参加する？最悪なパーティーだよ。ね、どうして連れてってくれないの？ついてこいよ。押せないな。え、怖い怖い怖い。あ、またいる。気をつけてね。なんで無視するの？私のこと嫌いなの？ギャリー聞こえてないんじゃないの？俺。子供にしか聞こえない。聞こえない会話？ねえ、遊ぼうよ。ここ。面白いものたくさんあるんだよ。え、怖いよ。絶対怒り始めるよ。連れてけって。私のお友達もたくさんいるんだ。紹介してあげるね。うわ、細っ。もう逃げれん。大丈夫それ。おお、行けた行けた。長いな、この道。永遠にここにいろ。だんだん怖くなってきてんな。怖えよ。俺は出口探すぜ。お、セーブ。やばい。一体どこまでついてくんのよ。もういい加減にして。あんたの相手をしてる暇なんてないの。壁に向かって蹴る。蹴っちゃダメだろ。扉の前から避ける。避けるべ。ああ。ギャリーはね、そんなひどいこと、蹴ってるべやれ。蹴ってなかった今。蹴ってた。右足と左足で蹴ってたよ、しっかり。こういうのには関わらないのが一番だわ。間違いねえよ。鍵の穴がない。この扉は鍵以外で開くようだ。なんか出てきたね。連れて行け。ああ、連れて行くしかないんだ。え？行けたわ。お、え？どこだ？どういうこと？真相。何かしらこのボールみたいなの。謎の玉、かっこ黄色を手に入れた。あら、消えちゃったわ。消えちゃった。はい、なんか、ギャリーの方がさ、うん、なんか青っぽくて怖いんだけど、背景が。鍵穴がない。この扉は鍵以外で開くようだ。ドアノブが異常に冷たい。温めんのかな？あれ？この絵見たな。うん。連鎖動体の2匹。どう見ても1匹にしか見えないけどね。あ、向こうと連鎖させんだ。ジャグリング。絵の中から声がする。
ええ、わからんわからんわからないよ。見てない、まだ数字出てきてない。違う、いたいた許せねえこいつ。だってないもん数字今まだ。釣り針、お、これ引き上げられるんじゃない、こっから釣り人を。確かにやってすごいなこれ。という目の錯覚のトリックアウトかな。実際出てんじゃない。預かりし心臓、心臓ねー、やばくね。心臓ないってことは何かで代用するってこと。ヤリーの命で緑の夜、7つの色彩、絵の具の玉を集めよう、さすれば道は明るだろう、開くだろうか。絵の具の玉、もしかしてさっき消えちゃったボールのこと。1個集まったってことか。じゃああとじゃあ6つだね。なんでここの連中はみんな邪魔な場所にいるのかしら。近いねえよ。お、人形だ。ずっとあなたについていくね。私のお家すぐそこなの。これ怖っ、幻覚じゃないのこれ。とりあえず一通り見たか。行ってないね。下行ってない。暑そうだな。う、なんだこの部屋、なんなのこの部屋。この床から出てくるガスみたいなの気をつけた方が良さそうね。どうすんのそれ。む、ここにも進めないじゃん。ちょ、一回行ってみていい。どんくらい食らった。もうダメだろ絵の具の玉を見つけたもうダメじゃない、体力的に。いるか、一回戻るか。戻るしかないよ。あ、ダメだ。うわー、何ダメぐらい食らってた。2ダメは食らってるな。2位食らうわ俺。ちょっとじゃあ J のターン終わったわ。長かったけどね、2パートぐらいやってたけど、1デス交代なんで、うん、サボちゃんに移ります。だからまあ交代でいいんじゃないかな。どう、操作覚えてる？うん、覚えてるよしっかり。やっぱりジャグリングの誕生日だ、うん、入手してこないとね。でもこっちで何するかってのはない？こっちはもうこれでしょ、答えるしかないよ。絵の名前答えてください。無理だって、ヒントねえぞ。挑戦する。いいよ。どれ？あ、あ、あ、天の糸、天の糸。え？天の糸とあったべ。天の糸あった。うん、ちゃんと見てるんですよ。イブすごい。次の絵は、え、まだあるの？真相だよ。真相だよ。これだ。ちゃんと俺ら見といてよかったね。見てるもんね。うん、正解。これでわかるってことはね、俺らもう相当やってますから。やってるね。イブの勝ち。約束なので扉開けます。よかった。そういう問題が出てくるんだね。ちゃんと絵見ておいてよかったね、ほんとに。今もう細かく俺見てっから。お、なんかあるね。なんだあれ。大きな紙が巻いてある。肉片かと思ったわ。中は絵だ、でも何の絵だろう。右下に出てきてるね。あー、ハート？これなかったっけ、なんか。持ってくか、一応。うん。え、大丈夫それ。出て。額縁に入っていなかった、何の絵なのかもわからない。どっかにはめるのかな？ゲルテナ作品集、ジョー。ゲルテナが描いた絵が、アルファベット順に載っている。え？なにこれ？実際はゲルテナの遺産を狙い言い寄ってきた。あんな女性をイメージとして残したとのこと。うーん、欲深いやつなんだ。何々模様の魚。あったな、これ。あったあったあった。モノクロで描かれたにもかかわらず、光の加減や角度により色づいて見える不思議な作品。非常にでなの描写は見る人に様々な感情を呼び起こすであろう。J のページだって。え、俺のページ？あ、お、来た！ジャグリング。6223。6223年？うん。6223年？6000？ん？いつ？今2022年でしょ。うん、孫と見に行ったサーカスに出演したジャグラーをモデルに描かれた作品。ゲルテナが実在する人物をモデルに描くのは大変珍しく、現在でもこの作品は
高値で取引されている。6223年は6223、どうなってんだろうねその時代は。こんなんなってんのかな、気になるね。小さい女の子がいました。女の子は両親と一緒に美術館へ行きました。え、しかしふと気づくと女の子は迷子になってしまい、薄暗い美術館の中を探しましたが、両親も出口も見つからず、怖くて心細くて寂しくて、お腹も減り喉が渇き、転んで怪我をして体力も限界になって、最後のページに小さな女の子が倒れている挿絵で終わっている。俺らのことだ。倒れて終わるってこと？結末。おお、俺らだ。今の状況と全く一緒だよ。未来を変えよう。ってことは6223を、6223入れよう。あと絵もゲットしたもんね。ゲットしたね、絵も、うん、リベンジしに来たぜ。オッケー、ジャグラーさんよ。水ったらピシってやられるからね、お前。6223。正解だ。お、青玉来た。困ったね。これでどうすんだ。あと A 手に入れたよね。 A 手に入れた。 A なんかすんのか。2個溜まったね。こっちで俺絶対なんか釣り上げるんだべ。針で、針でどこに A、 あ、まん、あ、どこだ、ここに A 渡すの。ここに A 渡する。字が書かれてる。あれ、左の部屋も、あ、左から来たんだっけ。左から来たね。あ、了解了解。なんだろう、ね、ないね。絵がないと。だって、あ、あ、ここ全然解いてないよ。ここね。ガス室の部屋もなんとかなってないし。ガス室強引に取る。いやー、 HP ねえけどな。回復してこれで。そういうこと？なんかガスをさ、なんとかできない。いやー、足りなくない？ 2 ずつ減るんだろ。 1,2,3,4,4,2 が8だもん。 3,4,5,6,7 足りないわ。足りない足りない。下まではいけない。いやでもあの弾は取れる。でも弾は取れるけど下まではいけない。え、じゃあダメだよな。うん、いかない。あのプロペラみたいなのはめるんだよな多分。あー、上から落としてみたいな。うん、 1,2,3,4 ぴったりだもん。足りないよ多分。これはこれ、これなんか上に持っていけそうじゃない。あー、なるほどね。絵をどっかで使うかちょっと考えね。とりあえず今持ってる。ほら、ほら、さっき拾った変な絵ってこの蛇のやつと似てない？言われてみれば。絵を入れ替えてみよう。どれと入れ替える？真ん中？真ん中だよな。真ん中じゃない？お腹だよね。うん、かわいい。何か飲み込んでるみたいだわ。入れ替えた絵は邪魔だしここに置いとくね。あ、これで、うん、こっちのギャリーの方、うわ、変わってるわ。あ、動作してんのか。あれ、なんか絵が変わってない？ヘビのお腹に何か入ってる。お、出てきた。ハート？何か脈打ってる。ガラスのハート。わかった。売り物よね。ガラスのハートって俺じゃん。俺もだよ。ダメやん。アパアパゲームズガラスすぎんだろ。ハート弱すぎる。これだべ。うん。預かりし心臓。ガラスのハートを渡す。お、開いた。いいね、謎解けてる。お、釣り針が。釣り針出てきてない。触ってみる？まだまだ、まだいいよね。上に行きそうじゃない？うん。合流できそうだよね。うん。お、弾あるね。書物の持ち出し禁止。まあ、図書館とかそうよね。どうしてこんなところに傘が。まあいいか、もらっちゃおう。いざとなったら武器になりそうだし。確かに小学校の時武器みたいな感じで遊んでたもんね。遊んでた。残白刀にしてたわ俺の。俺あれトーファーにしてたわ。存在を交換することにより空想が現実になり、なり得る。これか。うん、
未知に勝る恐怖はなし。もう確かに未知は怖いよね。やったことない時とか、やったことないことか。色彩の極意。難しいわね。ん？あ、出てきた。玉出てきたじゃん。色彩の極意から出てきたよ。目がある目。悟り。傘多分探してる女いたよな。あ、いた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 。あいつに届けるんだべ。あれ、これじゃねえ。どこだっけ。こっちか。見つけたんだけどな。うん。ほら。まあ、そっちで後で合流した時に渡すんじゃないかな。これか。人がいるもんね。うん。増えた増えた。謎解けると。じゃ、行ってみっか。やっと合流できる。あ、あ、傘を渡すんだ。なるほど。傘を釣り上げたってことでしょ。うわ、傘ごとな絵の中に入っていっちゃった。ほんとわけわかんないことばっかり起きるわね。確かにこっち側もわかんないよ ねえ、こんなとこいたっけ。なんよね。いや、いなかった。左側にはいたけど。ねえ、宝探ししてるの。私も一緒に遊びたい。いや、遊びじゃねえんだよ今マジだよ。ガチで生きるか死ぬかの戦いなんだよ。傘取ったわけんじゃない。それか。うん。なんか釣れてる。傘や。傘だ。この赤い傘で釣り人が釣ってくれた。ギャリーがかけてくれたんだけどな。見てないところで活躍してっからね、ギャリーも。傘を渡す。傘を絵の前に掲げた。おお、雨降ってきた。部屋の中なのに雨が降ってきた。やばいやばいやばい。こいつら動く。本当だ。ああ、あ、あ、足場になる。え、本当だ。台になってくれるよ。こいつらだって水の中に生きる動物たちだもん。亀だったんだ。ね。回転。あれ？この絵回るよ。回してみようよ。何になった？多分下の、うん、ギャリーの、うん、ここガス室増えたな。増えたよ。増えたな。あ、違う、減った。ガスが出てる場所が違くなってるわ。あ、向きによって、向きによって違うわ。縦向きにすればいいんだ。そうすると縦にすると、うん、多分出なくなる。どういう仕組みなんだろうね。赤いやつこれなんか出てんじゃん、うん、泡が。泡出てる。緑も出てる、うん、縦は出ない。いっぱい全部出てるあれ思ってたのと違う。全で、全でなんだけど。あ、どっちも赤いのが出てるからってことなのかな。まあ、そういうこと。とりあえず弾結構集まってきてない。集まってきてる。7個集めたかな。7個なの？結構集まってんね。7個か。3つ ?4。4つってことは、残りの絵の具玉が、あと3つどっかにある。絵の具玉じゃなくて、絵の具の玉じゃないの絵の具玉じゃないの。絵の具玉か。絵の具玉。具で玉？具で玉か。具で玉玉。じゃあどうする？これ、どうするんだろうな、多分。それでもう無理やりいけって。計算してみる。あれ確か2ダメだと思う。こっち1ダメ計算とかあるかな。回復すればいいか。1だとどうなる。いけなくはない。いけなくはないな。あそこの絵を見れる。え、あそこの絵触ればまた変わるんだよ。あ、そっか。うん、そういうことだ。うん、2位食らったらどうしよう。うん、2位食らってるわ。ダメだ。2位、え、満タンならいける。満タンならいけるわ。いい、いいよ。セーブしとくわ。いやでも積み要素はないとは思うんだけどね。一応念には念よ。念には念よ。いやでも笑ったの念には念よえ、言うじゃんそういうふうに。俺ん家ではそうだったけど。にょって言わないよ。え、行くか。い、いや、ギリ。マジギリ。オッケー。オッケー。
いや、これ、いいわ、謎解けたの。こっち。マジギリだった。死にそう、もう。これで、ショコの茨も引っ込んだはず。ショコってどこだっけ？あ、回復できんじゃん、もう一回。え、何回でも、できんだ。あ、よかったね。そりゃ積み要素じゃなかったわ。よかった、よかった。怖え、怖え。どこの茨ってどこ？なんか本読んだとこあったね。で、どこだっけ？ここか。ここだ。ここだ。茨あったわ、ここ。桃を見つけた。ケツ？似てるけど。桃。神秘的な果物だよ。ちなみに、ゲ。ジョーあったよね、ゲルって。あった。打滑の精神。抽象画を中心に描いていくことが多くなった。だがこの頃、世間ではキュビズムが流行しており、ゲルテナの抽象画はほとんど注目されることはなかった。吊るされた男、あったね。うん。一時期ゲルテナは雑誌の装丁の仕事をしており、ページの埋め合わせにこの絵を描いたとされる。毎回挿絵を載せていたところ、これが好評で、後に挿絵をタロットカードにして販売したこともあった。現在このタロットカードを入手することはほぼ不可能になって、相当センスあるんだな、ゲルテナさん、ね、あんまりなんかメジャーな画家じゃないって話だったよね、うん、言ってた。メアリーって絵なの？今一緒にいるよね。うん、メアリー、ゲルテナが手掛けた生涯最後の作品。音消えてね。え？まるでそこに存在するかのように佇む少女だが、もちろんのこと彼女も実在しない人物である。えってなるよね。おう、うわ、紹介文の反対側のスペースに見覚えのある少女の絵が載っている。かわいいけどね。なんで、え、嘘でしょ、これメアリー。え？実在しない？どういうことなの？じゃあ、それじゃあ今、イブといるのは、まさか！ゲルテナの作品？ちょっと知っちゃった。怖いよ！何これ？え、どうすればいいのこれ？メアリーの秘密を知っちゃいました。君み。あ、これで全部聞かれてんだ。やばい。やばい！イブが危ない！チェンジ。言っていい？うん。ちょ、シェーブ？二重セーブだ。1に、2から行くか。1から。からでいいんじゃない？上書き。からでいいか。じゃない？OK。お、場所変わってるこいつ。ほんとだ。宝探しって楽しいね。私も宝見つけたよ。え、ちょうだい。あれ、なんかお腹が膨らんでる。調べてみるか。うん。うわ、もうちぎったべ。お、絵の具玉。いや、助かるね。お、お、扉が開いてる。どうする？メアリー行くか、このまま。こっちでいいんじゃない？こっち？うん。お、弾だ。うわ。いや、怖っ、これ。うわ。白。これで7つ揃ったわ。うっ。プビリットバロ。大丈夫、これ。額縁だけが飾られている。マジ？なんかあったっけ？ない、まだ。あれ？やばくない？これ額縁に入れられるんじゃないの？嘘、開かない。なんで？お、メッセージ。また宝探ししようよ。誰が鍵を持ってるかな？なんですって？やばい。え、どれだと思う？何？今度は何なの？どれだ？腹裂いてるやつじゃないの？左奥の。時間か？なんかやばそう。鍵を探して部屋から出ないと。なんか出てきた。これだろう。お腹が裂けた人形。
違うの？なにこれ、探せ探せ、あ、あ、あ、焦らせないで、ダメだ、もうこれサボちゃんこういうのに弱いから、なんで、早く早く、もう来てるって、もう赤い目玉のやつダメだ、俺もう、もうちょっと待って、早く早く早く、ね、早く、うわ、どれどれ、これ、ね、もう下手くそ、お前ちょっとやばい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 、早く早く、あったかぎかぎかぎ、あ、危ない、おお、もう、いや、なんなのあの部屋、サボちゃんどうだった？いや、怖いわ、焦らせる系ダメだよ、なんでこんな目に遭わなきゃなんないのよ、危なかった？危ないよ、泣き言言ってる場合じゃないわ、イブだって怖い目に遭ってるかもしれない、だってメアリーと一緒にいるもん な一番危ないよ、イブが、早く合流しなくちゃ、いやー、なんとかなった、もう一回見てみてよ、二度と入りたくないわ、この部屋。トラウマ？トラウマだわ。合流ここはあれできないの？今なん、あ、そっちは開いた、開いた、開いた。上が開いたわ。七つ集まったから。ほんとだ。これにて一件落着。行ってみるか。行こう。本当にこのまま進んでいいのかしら。かといって戻ったところでどうにもならない気がするし。進みます。うん、進もう。優柔不断ね、情けない場合よ。あたしったら。進める方向に進む。それしかないじゃない。頼むから、無事でいてよ。やべえ。交代したね。黒幕がいるよ。どこなの？どうする？なんて声かける？まあ、今知らない判定でしょ、イブは。うん、普通に何を見てるの？何見てるの？キャッ。急がなきゃ。やべ、バレたってことバレてんの。そう、バレたってことバレた。何？口動いてた今。告げ口されてる。あ、そう。バレたってことバレたんだ今。バラされた、告げ口された。なるほど。楽しいな、すごいね。これか？うん。すごいね、本当に。あれ、そこ部屋あったっけ？ない、新しく出てきた。おー、新しい絵だな。なんか相談してない？悪いことの。悪事働いてる？うん。憧れ。早くどかさないと。早くどかさないと。どうしたの？メアリー？イブ。イブも手伝って。早くこれをどかそう。下に行けば出口があるはずなんだから。どうして邪魔するの？一緒にどかしてあげる？どうやってどかすの？後ろから押してあげるんじゃない？ダメだ、何もできない。じゃここじゃないんじゃない？まだ部屋なんかあったしね、多分。本当？ない？鍵がかかってる。あ、あとあれ、虹色の絵の具が全部まあ集めたから。あ、そういうことか。うん、絵描けたんだろ。キャンパスに描けたんだ。幻いや、一個鍵は多分さっきの部屋だよね。ここか。茶の鍵。ここ合流できそうじゃね？お、来てくれた。イブ？お、どうして手伝ってくれないの？あの石像をどかせば下に行けるんだよ。ねえ。どうして逃げるの？イブ！合流できたね。ちょっと何してんのよ、メアリー。うるさいなぁ。おとなしくあそこで待ってればよかったのに。メアリー、あんたやっぱり、話してよ。キャッ。うわっ、飛ばして大丈夫？イブ、大丈夫？遅くなってごめんね。うわっ、イブ、何が始まったの？怖かったーってことじゃない？あ、そういうこと？ごめん、怖かったでしょ。もう大丈夫だからね。信じられないかもしれないけど、メアリーは人間じゃないのよ。ゲルテナの作品の一つ、あの追いかけてくる絵の女とかと同じようなものなんだと思う。あまりに普通に接してくるから気がつかなかったけど、人にいると危険だわ。
今もあと少し遅かったらなかった。かわいそうかもしれないけど、急いでここから離れましょう。おー、また加わったね。いいでも喋れるからね。うん。なんかあ、バラだ、バラバラ、黄色のバラ。なんでバラ持ってんだこいつ。こいつバラ持ってる。そういえば、うん、これ本物に見えるけど、象かだわ。偽物だった。俺らと一緒に思わせて。なるほどね。こいつだけなんか作戦があったのか。騙そうとしてたんだよ多分。何も喋ってくんないわ。おお、さっきの部屋だね。俺赤い人形どかせるようになったんだ。これで俺らに、キニ君が仲間に来たから。いや、ほら。すごい。まどかし要因。漢字とどかし要因だわ。じゃあ、こっちで合ってるってことかな。うん。ここに来てどれだけこいつらをずらしたのかしら。まあいいわ。それじゃあ行きましょう。気がついたらムキムキになってるよ。結構重そうじゃん。え、なんか。え、落ちそう。あ、いけないわ。大丈夫。うん。うわっ、避けろ。うまい。これ判定あんのかな。いや、ある、減ってると思うよ。大丈夫これ。いけ。クレヨンしんちゃんみたいになってるわ。あれ、なんか今変な感じがしたけど、のせい。いや、俺も変な感じがした。あの太陽の描き方がマリオサンシャインの太陽と同じなんだよね。こんなんだったっけ。こんなんだった。あー、進んでるね、めっちゃね。めちゃくちゃ進んだわ。何、分岐難しい。お宝あるよ。簡単、何もない。難しいじゃない。お宝、俺宝欲しいんだけどな。マリオパーティーでも俺こういうところ行くし。あ、もう戻れなくなった。もう簡単じゃない。ナイス。何かが置いてある。ダイヤモンドを手に入れた。ダイヤモンド、お宝ってこれのこと。ちょっと私にも見せてもらっていい。結構でかくなかった。あ、ダイヤモンドは破けてしまった。あんじゃねえよ。やばくなよ。やば、何してんの。いや、まあその本物なわけないのは分かってたわよ。先般だろ。ほんとよ。いや、逃げた。うまい。よく逃げたねお前。なんて書いてある。スケッチブック。無理だろ。隙間か。いや、わかんない。行くよ。スケッチブックルームか。なんか随分と雰囲気が変わったわね。まあ用心するに越したことはないわ。行きましょう。イブ、チューリップが咲いている。それはチューリップが咲いている。チューリップが、これなんだ、これ掲示板みたいな。黒板か。机、何かが貼ってある。このマップ、おう、この場所全体の地図かしら。基本貼ってな。今いる場所がそこだ。おう、今私たちがいるのは右下のとこみたいね。ちょっと気になる場所調べてみましょうか。真ん中エリア、スケッチブック出口、おもちゃの鍵がいる。そこはまだ入れないんだな、多分。なるほど。これチートだろ、これ見れんの。ね。急にどうしたこれ、この要素は。の、普通のお家。まあ、普通のお家から左回りでいいんじゃない、うん、左から行って。美術館。かわいいお家。で、あの、右上のハテナは？ここね。鳥がいる湖。鳥がいる湖。どんぐらいじゃない？じゃあ左から行ってみるか。うん、行こう。あれ、イブじゃん。イブとギャリーの即席で書いてくれたのかな。メアリーだ。あと呪いの人形もいる。連れてってほしい人形ね。カエルだ。これ何ちょっと。蝶々か？蝶々公園。カエルかと思った。蝶々だったな。蝶々が飛んで。当たり判定ないんだ。ない。あいつのせいで通れる？あいつだが。ここが普通のお家か。普通のお家。扉に文字が書いてある。
黄色の建物にメモがあるよ。それを読めば開く扉です。随分親切なメッセージ。逆に怪しく感じるわ。確かに優しいほど危険だって言うもんね。うん。黄色のなんて言ってた？部屋にメッセージがある。何これこれ？何これ？暖かいんだって今。じゃあプリント見る。プリンを見る。プリント見るってなんで？大きなプリンがお皿に乗っている。一度ああいう大きな食べ物にかじりつきたくなったことない？わかる、あるあるあるよな。めちゃくちゃあるよね。ある、やっぱりあるわよね。練乳チューチューしたいとかね。あるね。生クリームゴゴゴゴってめっちゃ食いたいとか。私がイブくらいの時は絵本に出てきた巨大ケーキが羨ましくて、上に乗って地面を食べたり、地面を食べたり、地面を食べたり、ジュースの海に飛び込んで泳いだりしたかったわ。あ、上に乗って地面っていうか、プリンの上に乗って、あ、そういうことね。食べるってことでしょ。なるほど。ギャリーを疑うな、お前。地面を食べたりは怪しいわ、確かに。ギャリーと話してみるか。なんかこのまま寝ちゃいたい。これ危ないわ。本当に寝ちゃいそう。イブ、とっとと行きましょう。ダメだって。しばらくじっとしてみる。危なくない？でもまあ行くか。物は試しよう。イブ、日向ぼっこもいいけどそろそろ行かないと。本物のお日様見れなくなっちゃうかも。確かに。この部屋は何だこれ。僕ね、これいない。鍵穴がない。この扉をは鍵以外で開くようだ。じゃあこの裕福なお家かな。裕福なお家。道が黒く塗りつぶされている。原理はよくわかんないけど、ここでは黒い部分は歩けないみたいね。じゃあそこを塗んなきゃいけないってことか。じゃあ湖行くか。あ、いいじゃん。池がある。まあ水触ってみようよ。まず水が生温かく感じる。水温高いんだな。じっと見つめる。イブ、ぼーっとしてそのまま池に落ちないでね。振り？次はじゃあ落ちてみるとかあんの？あんじゃない。だから振りでしょ。落ちないでねって言われたら落ちるもんでしょ、こういうの。確かに。バラの茎を水に浸してみる。やばい。何やってんだよ。HP が減った。鳥を見るだ。じゃあ首の長いアヒルが泳いでいる。どちらかというとガチョウっぽいような。ガビョーン。何もないよ。いや、行けるとこない？じゃあない、全然ない。お、え、何何？なんかどんぐり拾ったぞ、お前。カチャカチャやってたら。え、ないわ。あれ何かしらか。ああ、リス。リスか。あ、持っているのはもしかしてどんぐり？そう考えるとリスに見えてきたかも。やっぱこれマリオだよな。マリオだね。ピッピアップとか大きくなりそうじゃない？マリオやん。なんだろうね。なんでこれだけ咲いてないのかしら。水あげんのか。いや、太陽に与えるとか。太陽か。サウナ？魚が泳いでる。これなんかセーブポイントだ。なんかないこれ。水もある。あ、逆さまになってるそれ。人がもうちょい右だ。これ？うん。イブ、どうしたの？何があった？ギャリーには見えないみたいだ。それなんだろうね、ギャリーには見えて見えないものって。な。心がすさんでるってこと。なんかおかしいよね。子供にしか見えないってことか。おもちゃの鍵はおもちゃ箱にしまうこと。向こうから何かの音がした。こっち？どっちだ？あ？向こうでどっち？なあ。そこ？ああ。あ、開いたんだな。これがハンガーか。うん。ポートハンガー。ポートハンガーの、いいね。欲しいよな。欲しい。パサッとかけれていいよね。便利だよね。赤い。入り口の近くにあるとよくない？ポートハンガー。帰ってきてな。ただいまをバサッとかけて。行くときもね。楽だよね。持っていけそうなバケツ。水汲むんだね。水だ。
そうだ、やっぱり。で、花咲かせるべ。目を覚ますには日光を浴びるといい。お、やばいやばいやばい。いたんだ、メアリー。イブ。メアリー、どこにいるの？ここだよ。言うな。言うな。メアリー、こっちだよ。お。え、動けないの今。うん。来るな。おし。え、合流しない？いや、ダメだろ、合流しちゃ。今のってまさか。追ってきたんだわ、あの子。水汲みに行かないとな。バケツでな。メアリーがからも逃げなきゃいけないってこと？ああ。お、あるね。メアリーから逃げつつ、うん。あれだ。クエストをこなしていかないと。クエスト言うな。謎解きな。謎解き。水をあげたら咲くかも。なるほど。まあ、物は試しようね。その通り。お、咲いた。ん？花の中に何か入ってるわ。小さな鏡。鏡だと？何に使うんだ？に、日光浴？待って、もうちょい右行って。なんかさ、チューリップにさ、それ番号書いてない？白いやつ。あ、番号じゃないかな、それ。何それ。数字に見えない？見える、めちゃくちゃ。どうか。気のせいだったわ。なんだ、気のせいか。気のせいだ。フラグ立てといた。で、これで？鏡だろ。ああ、鏡を扉に向けてみる。小さな鏡を扉に向けた。反射させるってこと？太陽、うん、きた。目が覚まさしたんだ。なんだと思う、これ。読んでみて。このパズル解けるかな。間違えた瞬間にお仕置き。場所を置くってことか、多分。あのさ、通路に、時間的に見て。これか。通路にさ、うん、あったじゃん。右上はさ、池あって、太陽が左の方にあったじゃん。うん、そういうことじゃない？あ、蝶々は左下とか。なるほど、場所か。うん。で、キノコは右の上の真ん中のところにあったじゃん。ここ？そこが、キノコか？蝶々が最後じゃん。見てみるか。うん。馬、キノコ、サクランボ、魚、星。並べ替えんだべ。まず馬を見てみよう。ここは星か。ここは星。キノコじゃん。キノコ。魚。魚。足。足。馬。蝶々。なんだこれ。なんかある？木。で、太陽。太陽。木なんてあった？さくらんぼだ。あー、じゃあ行こう。馬？お？うん。本当に馬最初、ここの右下。うん。本当？うん。馬。違うやん。どういうこと？馬。馬。キノコ、キノコ、サクランボ、ひ、そこ、サクランボ、太陽、魚、星、足跡、オッケー、オッケー、ドンピシャリ、お願いが叶った。何かが落ちている。ピンクのクレヨン。あ、塗りつぶせる。誰かなんかなかった。扉か。この黒いところだ。クレヨン。クレヨン使う。お、これでだって黒いとこ歩けなかったもんね。うん。地面を塗ったことで通れるようになったようだ。おもちゃ箱あるとしたらもうここしかないわね。ちょっとさ、うん、これ飲んどく。あー、危な、死にそうだ。なくなっちゃった。水セーブしとこう。オッケー。うん。じゃ行ってみるか。ここオッケー。おっと、なんだこれ。何、お風呂か。水、おもちゃ箱だ、これが。おもちゃ箱が随分大きいわね。人が入りそうな大きさだね。
な、え、そういうこと？この中におもちゃの鍵があるって書いてあったわよね。そこが見えないんだけど、本当にこの中にあるのかしら。ジャン負けな？ジャン負け。わっ！行ってみたら？うわ！おもちゃ箱って感じだわ。あ、おもちゃ箱の中か、これ。赤いバラがない。バラなしで進むの。どうすんの、それ。ギャリーもいない。一人だけ押されたんだ。ええ。テーブルあるから、とりあえず。うん。今回は、うん、なんかおもちゃ箱に突き落とされて、次回からこのおもちゃ箱から探索していきたいと思います。いいね。では今日はここまでです。あざした。あざしてー。